何してんのお前。焦ってなんかないわよ。小学校の時酢豚の話したのもこんな夕方だったよな。毎日私の酢豚を食べてくれる？あの約束ってもしかして違う意味なのか。リンの親父さんの料理うまいもんな。お店はしないんだ。え、なんで？私の両親離婚しちゃったから。国に帰ることになったのもそのせいなんだよね。今度どっか遊びに行くか。え、それってデート？いちかさん、具合はいかがですか？私が看護に来て。抜け駆けはなしと決めたでしょ。そういうお前も私に隠れて抜け駆けしようとしていたな。それは二人とも出てってよ。回り続ける、振る舞いにはなり下がらない、平気うねじる天井から始まった地獄。遊び半分で神が導いた盤上の世界。 No 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 game no life。 古い平和な。お前焦ってなんかないわよ。小学校の時酢豚の話したのもこんな夕方だったよな。毎日私の酢豚を食べてくれる？私の両親離婚しちゃったから。国に帰ることになったのもそのせいなんだよね。今度どっか遊びに行くか。え、それって何してんの？あの約束ってもしかして違う意味なのか。リンの親父さんの料理うまいもんな。お店はしないんだ。え、なんで？え、